Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. どうも、激辛ジョニーです。今日も見直しに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、千葉県市川市にあります激辛ラーメン専門店鷹の爪さんにやってまいりました。こちらですね、もうその名の通り、はい、辛くて美味しい旨辛、そして激辛ラーメンが楽しめるということで今回やっていくんですけど、今回ですね、このお店で一番辛いと言われている極辛デラックスに挑戦していきたいかなと思います。一応ね、聞いた話によると、まあ、オリジナルのね、唐辛子をブレンドして辛みを出しているということで、あと生の唐辛子、こちらも使用しているということです。豚骨ベースのスープで、野菜が入り、そしてね、デラックスに関しては、ね、唐揚げ、はい、どでかい唐揚げが、入っているところで、これは非常に男の胃袋をがっちりと、キャッチするメニューかなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。こちらが極辛デラックスということで、うわ、めちゃくちゃ美味しそう、はい、どでかい唐揚げ4つも入ってます。そしてナス、いただきます。さあ、極辛デラックスお手並み拝見ですよということで、じゃあまずね、スープからいきましょう。いただきます。うん、スープはね、これベースは豚骨ベースになってます、はい、ちょっと麺は太め。じゃあ麺いきましょう。いただきます。一応食べ方としてね、まずはそのまま食べてから、途中でね、特製パウダーを振りかけてこの辛さを、調整するみたいなので、はい、うまいな、これこの状態は十分辛いですよ。唐揚げ、唐揚げいきます。うん、うまっ、うん、プリプリ、でこれね、なんか生の唐辛子を使っているということで、唐辛子をブレンドしてこう辛みを出しているそうですね、これ、はい。唐揚げうまい、うん、合うね。はい、ということで、もやしやら、ニラ、キャベツ、香ばしく炒められたこれや、ナス、しょうがない、チキン、どでかい唐揚げが入ってますね。見てよ、これプリプリよ。
唐辛子と、特製パウダーとニンニクを足して、いきましょう。香りがいい。うん、ごちそうさまでした。はい、今ね、食べ終わって出てきたところなんですけどね、もうあの僕が食べてる間にもうじゃん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 お客さんが来てしまってね、これね、もうちょっとあのエンディング通る暇もなくね、もうちょっと外出てきました。もうそれぐらい人気です。はい、それでね、辛さレベル発表していきましょう。鷹の爪さんの極辛デラックス辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 7.5 です。はい、 7.5 になります。まあ、ちょっと詳しくは教えてもらえなかったんですけども、まあ、オリジナルの、唐辛子をブレンドしたものと、生の唐辛子ですね、まあ、この辛みのパンチが効いておりました。まあ、しかしね、やっぱ激辛を売りにしてるだけあってね、本当にまあ美味しくて辛い、そんなラーメンかなと思います。もうね、特大のね、チキンの鶏の唐揚げもね、もうプリプリで、美味しかったですね。そしてナスもね、あの麻婆ナスみたいな感じでね、あの香ばしく、炒められてね、非常に風味豊かで、それ以外もね、もやしやらキャベツ、さまざまな野菜があって、食べ応えもあり、野菜も摂取できる、そして辛みで汗も流せる、非常に食べ応えのある一品でした。ということでまたお会いしましょう。あちょー。